こんにちは、整体肉のサイナです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、今日もですね、膝の痛みのある方ですねから質問をいただきまして、ちょっと質問にお答えしたいと思うんですけども、右膝が痛いと、右の膝が痛いので、その右足を伸ばして、で左足だけ正座をして、そんな座り方をしていいんですかということで、結構ですね、深い質問をいただきました。こういう質問はですね、とても、嬉しいと言いますか、ありがたいと言いますか、とてもいい質問ですね。やっぱこの、膝が、やっぱ痛いとしてもですね、じゃあどういう時痛いですかって聞くとですね、大抵、やっぱり最初はですね、いやーなんかよくわかんないけど、なんか痛いんですみたいな、ことをですね、結構言われる方がやっぱ多いんですね。で、そういう中でですね、私もですね、繰り返し、いつ痛かったですかねとか聞くわけですね。しつこく聞くわけですね。で、そうすると、あ、そういえば階段登るとき痛いわとか、座ってるときは大丈夫だけど、立つときに膝が痛いとかですね、いろんな場面が出てきます。で、これはですね、人によって、全然違います。多分あなたはですね、膝痛い人は必ず歩くとき痛いだろうとか、膝痛い人は必ず正座ができないだろうとか、いうふうに思っているかもしれないんですけども、膝が痛くても正座ができるっていう人はいますし、膝が痛くても階段が登れる。だけど、歩くのが痛いという人もいます。これは人によって全然違ってきますので、詳しくお聞きしているわけなんですけども、だからそれをですね、あなたがもう気づいた、私はこの時に痛いんだということを気づいたっていうのはですね、とても大きいです。やっぱりそれをしないと、やっぱこう体を良くしていく、どこが問題となっているかっていうのはちょっと、違ってくるので、やっぱそういう絞れてきますのでね、そういった意味でとても、いい質問なわけです。で、これですね、今どういうことかって言いますとですね、ですね、ちょっと難しいですね、こうですね、右膝が痛いので、この曲げたら痛いですね、曲げたら痛いので、こう伸ばしていると、で左、こっちは正座をしていると、こういう座り方ですね、これが、いいんですかという、質問であります。さあ、これあなたはどう思うでしょうか。これはですね、結論から言いますと良くないわけなんですね。で、これはいろんな原因、いろんな理由から良くないんですけども、まずですね、これを前から見てもらったらわかるんですけども、こういうふうに骨盤の高さが、変わってしまいます。ですね、ちょっと見たらわかりそうです。こっちの足伸ばしてる方が今高いわけなんです。高いわけです。というふうに骨盤がこう傾いてしまうんですね。で、ということはこの背骨もこう曲がってきてしまって、肩の高さもずれてくるということになりますので、この膝の痛みをかばう、痛いからこう伸ばす代わりに、それをですね、やる代わりに、こういう骨盤ですとか背骨とか、上半身ですね、こっちにだいぶ、無理がかかってしまうと。なので、腰痛になったりですか、肩こりとか、というのは起こる可能性が出てきてしまうんですね。ですから、今は膝の痛みだけだったのが、腰痛に、腰痛につながったり、あと肩こりにつながったりっていうことが起こってくるので、おすすめしないと、いろんなこう他のところに、悪影響が出てくる。これがまず一つ。それから、これは実はですね、膝がこれ曲げると痛いからこう伸ばしてるんですけども、この体勢が右膝に実は負担をかけてしまいます。で、なぜかと言いますとですね、こう伸ばしているとですね、これ感覚の人はわかるんですけども、この太もも、それからこのふくらはぎに緊張が入りまして、こことここが硬くなっちゃうんですね。で、そうすると、この膝の関節は、こことここが硬くなっちゃうと、上と下からロックされる形になりますので、膝の関節が動きが悪くなっちゃいます。ということは、膝が動きにくくなりますので、膝の痛みがより出やすい状態になってしまうということなんですね。ですから、これはそれだけじゃなくて、膝にとっても良くないということに
なるわけなんです。ではなぜですね、こことかここに緊張が入るかと言いますと、こういうふうに 膝をですね、足をこっち伸ばしますと、骨盤がちょっと見てわかるかわかんないですけども、この状態、この骨盤の状態からこう伸ばすと骨盤がこう倒れるんですね。後ろに倒れます。この時はこうまっすぐね、こうするとほら倒れます、倒れますね。で倒れるとほら太ももここに緊張が入ってしまう。ここがこの状態から短縮されてここに緊張が入ってしまう。でここと連動して今度ふくらはぎが緊張が入るということで、膝の関節がまあロックされてしまい、筋肉によってロックされてしまい動きにくい状態になり、それによってこの姿勢でですね、例えば1時間とかいるとですね、どうしても膝の関節が動きが悪くなってずれやすくなって、それでなかなか良くならないと、良くなってもまたずらしてしまうことになるので、緊張させて膝の関節を動かなくさせてしまいますので、よくしてること、改善しようとしてるけどなかなか良くならないという悪循環に陥りやすいですから、まあこういうふうに座っているあなたはですね、まあもちろんですね、今までそれに慣れ親しんでますから、いきなり変えるのは無理かもしれないので、ちょっとずつでも減らしていくと。で、減らすからに何、どうやって座ったらいいかって言いますと、椅子に座るか、もしくは、まあぐらができる人では、人であればあぐらをしたり、ですね、いうふうに、していくといいです。まあ、おすすめは椅子です。椅子です。で、ちゃんと膝が良くなって正座ができるようになったら、ちゃんと正座をしたり、あぐらをしたりしていくと、膝が痛くならなくなりますので、そういう風にしてみてはどうでしょうかということですね。で、もちろん慣れ親しんでましたから、まあ、絶対するなってことではないので、それがストレスになってしまったら、それはそれでかえって膝の痛みが良くならないので、あなたが無理のない範囲でやってみてください。ということでですね、またやってみて分かんないこととか、まあ、他にもいろいろこういう時はどうなんですかってあったらですね、ぜひ質問いただければ、嬉しいです。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。